はい、どうも、こだわですっていうわけなんですけどね。いや、今ね、なんか美味しそうなところばかりですね。これ、キータナベに来てますね。ちょっとね、熊野古道、行くのにちょっと前乗りしてね、せっかくやったら飲みに行こうかと。こういうのがやっぱり太っていく原因でしょうね。今この町と、この居酒屋はもう運命の出会いみたいな感じなんでね、一期一会なんでね、ちょっとそういうのは関係なしに、飲んでみたいと思います。ちょっとね、行ってみましょうか。ここはね、ホテルの人おすすめの人なんで、お、流行ってますね。値段全然わからないんけってところで、ちょっと入ってみたいと思います。はい、居酒屋出ました。いろいろね、回ってみたんですけど、結構スナックとかね多くて繁華街してましたね。とにかくね、さっきのとっくりもうなんか、これあるあるっすよね、居酒屋あるある。こういった、馴染みの、なんやろ、こうアットホームな居酒屋あるあるですね。なんか1人前じゃないんですよ、2人前なんですよね。予想以上にいっぱい出て腹いっぱい食いましたね。まあ、ちょっと苦しいぐらいですけど、まあ明日、体調整えて、トレイルに挑みたいと思います。